started. Prepare.少々。Timer stopped. さあ、そういうわけでキャンプで来た時に身の周りにあるキャンプギアを使ってできるトレーニング、キャントレを紹介していきたいと思います。30秒1個やり続けて10秒間休む。で次のセットに、次の種目に行くっていう。これを、1ラウンドやるとだいぶいいので。まずは設営前にテントを張るところまでザックを抱えていくときの、ザックウォーキングスクワットですね。ザックウォーキングスクワットですね。こういう状態で行きますよね、テント張るところに、はい、そのときにまっすぐ歩くんじゃなくて少し、斜め前に、斜め前に行く。斜め前に行きながらしっかり腰を落とす。でこの時に意識するのはやっぱここがしっかり伸びてること、ね、ハムのところで戻すと。でどっか設営するいい場所ないかなとしっかりと腰を落とす。これだけでもねかなりカロリー消費しますよ、ね、でやっぱりこう筋トレずっとやっててね一番思うのは足腰、大きい筋肉を鍛えることによって大きい筋肉自体がカロリーを消費してくれるので一番ダイエットにはスクワット系がいいと言われている。これがまず一つ。続きまして、紹介するキャントレはこちら、オムニストーブデッドリフトですね。オムニストーブデッドリフトですね。はい、このオムニストーブという、オムニじゃなくてもいいんですけど結構重量ありますからこのストーブを使って腰を鍛えていこうということでやっていきたいと思います。これは一番大事なことはまず姿勢ですね。腰を曲げないようにしっかりと姿勢を保った状態で、膝を曲げますと。でここを持ってこの膝
ここの太ももにずっと当たるぐらいの感じでグッと伸ばしていく、うん、で腰を落とさないようにずっとこれを吸わせる、こうですね。この時にしっかりとやっぱりこのケツが伸びてるようにしっかりこのハムを伸ばしながら腰を落とすと、ストーブをつけなくても体が温まりますね。続いて3種目目、ランタン点灯シットですね。ランタン点灯シットですね。まあ、腹筋なんですけど、まあ、腹筋って基本なんとかシットですね。V によるんやったら V シットで、今回はランタン点灯シット。これやり方は簡単です、ランタンの下に、このように寝そべります、はいはいはい、でランタンの芯をまずしっかり出しとくことが大事ですね。芯を出した状態で腹筋をして上げて火をつける、しっかり火をつける、戻ってきて次の回で消す。これがランタン点灯シットです。上級者になってくるとこれに V シットを交えたランタン点灯 V シットっていうのもあるんだよ。足と同時に上げながら点灯させる、むずない。で戻ってきて足と同時に上げながら消す、これはちょっとむずい。これがランタン点灯シットです。4種類目ね、うん、4種類は、シャープゼロバックですね。シャープゼロバックですね、まあ、これ簡単にとにかくこれ向かって、こう軽くね、こう暴れる、とにかく暴れる。足もステップするようにした全身運動や。それどこに効いてるんですか。これ全身ですね。わずかまあ3分ぐらいで終わるので、これ1ラウンドやるだけでもかなりキャンプで摂取するカロリーが消化できると思いますけど、慣れてくるとこれはね2セット3セット増やしていってみてください。どれが一番疲れるんですか。意外とあれ、へえ。これちょっとね有酸素運動というか要は心拍数上がる系なんで、これがしんどいですね。で実は腹筋も回数やってないですけど、炎がちゃんとつかへん時の方がしんどいんですよ。上でこう止まってるから、この4種類さえやっとけば全身を網羅したトレーニングになってる。たまたま3、2、1、ワーキャップやれへんわ。